今やれてないんですよね、はい、日を扱ってるので、うん、なんだろう、やってきたらいいんだろう、今どういう状態かっていうと、窯の中でこういう状態になるんです。やっとこういうふうになる、はい、ね、もう外までいい香りが漂ってます。ありがとうございます、はい。住まいとしての避難先を探すよりも、まあいろいろ考えてやっぱりコーヒー屋をやっていくのが一番自然な流れだな。基本はあるんですね。でそれをうちの場合はいいものを全部尽くしでこう合わせていくとああいう景気になる。なんか波にも育ちいらっしゃるし、お菓子もで、つまりいいコーヒーに合うお菓子作りっていうのはどういうものかって言ったら、コーヒーの味を損なわない、うん、口に残らない、うん、はい、帰った時に、うん、ドアを開けた時にまた来たいと、出てっていく、出て帰る、そのドアを開けて、うん、ありがとうございましたって言われた時に、あ、また来たいっていう味ですね、こう口の中に感覚として。で冷めても美味しいんですよ、うちのコーヒーは、うん、豆も、コーヒー豆もそうです、うん、どこのどういう産地のどういうグレードの生の豆を買って使えるかということです。でその生の豆を見極める力、はい、この豆はどういうふうに焼けばうまくなるっていう見た時に生の豆を、でそういう技術なんですね、うん、山も見えるし、おしゃべりしたくて来るので、ね、議論で議論を本当はコーヒーの議論をしなくちゃなんですけど、まあこの復興ですね、原発事故とか損害賠償とか議論をついついしてしまう、そういう話は障害の邪魔なんですけど、もうついつい自分が感情的になってしまって、でもね、でも切り離せないですからね、生活の中で。なんかそういう悩みですからね。